校内配線図 A、田沢湖 B、赤淵下り向き、スノーシェルターから車内より撮影しどない信号場は、秋田県仙北市田沢湖西保内あざしとない沢にある、東日本旅客鉄道田沢湖線の信号場である。東信号場より、対局方面が、秋田市社管轄となる。秋田新幹線開業前の1996年9月30日までは、東信号場までが、 森岡市社管轄であった。赤淵駅より田沢湖駅方向へ約1 2 4トルの地点にある2線の信号場。第一シリングドナイトンネルの田沢湖駅、川出口付近に設置されている。周辺は豪雪地帯であるため、分岐器はスノーシェルターに覆われている。本信号場は秋田新幹線の一部であり、 新幹線を高速で通過させるために一線するとなっている。また、ATSP 採用区間であるため、安全速線は省略されている。通常同期は上下列車の交換に使用されるが、全国花火競技大会開催時には、回送列車の折り返しが設定されることがある。山間部である。田沢湖駅から国道46号を東方に行き、 洗顔情報ステーション前から旧国道を経由して林道に入り約 3.5km 先。あるいは国道46号の小山トンネル手前から速度を経由して林道に入り約 2km 先。西方内側を図書する必要がある。陶器は豪雪地帯であるために危険が伴う。ありがとうございます。